んにちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話も言いながら大相撲の世界を制するまっチャンネルです。私が元幕下力士松武蔵です。アシスタントの陽武蔵です。このチャンネルでは皆さんからいただいた大相撲に関する質問にズバリお答えしています。今日はこんな質問をいただいてるんです、はい、変な質問ですみません、うん、力士は支度部屋でパンツを脱いでまわしを巻くと思いますが、うん、取り組みが終わってまわしを外すのも支度部屋ですか？転んで砂だらけになり風呂場に直行する場合、風呂でまわしを外したら着替えやタオルは用意していないのではと心配になりましたということなんですがね、まあ、ちょっとなかなか聞きにくい話なんですけれども、どういうタイミングで回し外したりするんですかね。まあその相撲内容によったら、はい、本当に足だけ汚れて帰ってくることもあれば、うん、ゴロンと転がって、うん、やだー砂だらけになることもある、うん、ありますよね、うん、なのでもいずれにしろ足は洗うから風呂場には行くんですよ、うんうん、支度部屋の開けに置いてあるところと、うんうん、下っていうのはもう段があって、うん、下は全部土足か、うん、力士は裸足で歩くんで、うん、全部回しを取ったりする、うんうん、この字型になってるところにこう明け荷が並んでるんで、うん、まあ私だったら武蔵川部屋の関取衆の明け荷のところに荷物をこうやって置いてるからね、うん、風呂に入りたい力士とかは、うん、そこまで行ってタオルと着替えを持って風呂場に行きますね、うん、その時回しはね、うん、もうそこでパン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 ってこう払って、うん、丸めて置いて風呂場に行くこともありますしね。あ、うん、もうそこでもう回しも外してしまって、うん、タオル巻いて風呂場に行って。そうそう、でもね、あまりバスタオルというのはね、うん、若い衆は持ってきてないです。傘がありますからね、うん、なのでこう回しのまま風呂場まで行って、うん、そこでねぐるぐるぐるって回し丸めて、うん、お風呂に入って、うん、でタオルで拭いて、うん、タオルはね、うん、絶対持っててたね、やっぱり汗かくし、うん、もう拭きたいし、うん、着替えも持っておくの？着替えもパンツぐらいやね。ああ、うん、パンツとタオル持って風呂場に行って、そんで出てきたら、まあ、着物着たりするっていう、うん、もうそこからはもう足も洗って、まあ、汚れた力士は体も流してるから、うん、そしたら、まあ、この方心配してくださってるように、うん、もう直行したら全裸で出てくるなんて、そんなことはまずないっていうことで、全裸でもう歩き回ってるやつ見たことないね、うん、そりゃそうでしょうけどね、うん、そしたら、まあ、お風呂に入るにしてもタオルとパンツぐらいは取りに行ってから入るっていうことですね、うん、そうだね、もうやっぱりこう終わった後は、のんびりはしないんだけど、うん、まあこう時間もねもう終わった後なんでね、うん、しっかりこう砂とかを落として、うん、夏場だったら浴衣を着て帰る、うん、そうですか、うん、それでね、この前ね、うん、ヤフーニュースのところにあった記事で、うん、序二段序の口力士は冬でも浴衣一枚っていう記述があったんですが、それはどのタイミングの時のこと言ってるのかな。それ常に外に出る時も、いやだから関取はこういいもの着れるけども、序の口序二段は冬でも浴衣一枚っていう記述があったんです。浴衣で冬は過ごさないね。いくらなんでも、うん、稽古してる時は浴衣だよ、全部ね、回しをつけた上からね、どんだけ寒くても浴衣一枚で、例えば地方場所だったら、宿舎から土俵までね、浴衣でこうやって寒さも寒いと言いながら行くんやけど、稽古が終わった後の行動する時に外に出るときは着物着てるね。そうですよね、うん、もう当然じゃあ11月場所や1月場所の場所入りするときに浴衣で行くいうことはない、ね、ない、絶対にない。浴衣と着物は夏冬で、これはもう部屋としても、うん、それをしたら逆に恥ずかしい、あ、季節に合った格好しとかんと、はいはい、なのでこう秋口に着物を着るときは、うん、下の力士なんかは肌襦袢で、うん、着物合わせて着るんやけど、うん、もう真冬になってくると肌襦袢ぐらいじゃ寒いで、合わせの着物なんか着れないから、うん、浴衣を合わせて、下に浴衣を合わせて着てる、うんうん、なるほどね、うん、まあいろいろね、こう記事には誤解みたいなものも多い、誤解っていうか、ね、なんかお相撲さんって、うん、染め抜きした関取衆の浴衣で常におるんで、夏場はね、うん、もう電車に乗るときも全部その浴衣でね行きに来て、うん、出かけてるんやけど、うん、冬はだってこう東京に来たその日に一式でもらえますから、うん、着物帯、足袋、下駄、浴衣、ね、
うん、まあ、ちょっとホッとしましたけども、まあ、そういうふうにね、あれと思うようなことありましたらまた皆さんもね、質問してくださったと思います、はい、でね、うん、お風呂と言いましたらもう一つ質問が来てるんです、うん、はい、富山県の男性からいただきました。ありがとうございます。地方場所のお風呂はどうなっているんですか、うん、支度部屋の隅に仮設のものなど作っているんですかという質問なんですね。あ、まあ、当然両国国技館には立派なお風呂っていうのが、そうね、まあ、あそこはもう国技館なんでね、うん、あの他でも今使ってるんやけど、うん、支度部屋もお風呂も常設されてますね。そうですね、うん、それで、まあ、あの名古屋場所とか大阪場所、九州場所の体育館、うん、まあ、体育館ですからね、当然シャワー室とかそのくらいはあるでしょうけども、そうですね、基本的に湯船とかがあるわけですよね。湯船はあります、あります、はい、あの両国のお風呂は2カ所あるんですか。もちろん両国のお風呂はもう花道から完全にこう、うん、東西に分かれていくからね、うん、そこで奥の、うん、支度部屋に入っていくような形、これはもう九州でも大阪でも、はい、あの東西の花道から支度部屋に入っていくような形になって、そこの一番手前の部屋に、うん、お風呂とか足洗い場とかトイレとかがね、うん、あるんやけど、あのお風呂はそうしたらどこの地方場所でも2カ所あるんですか。あるある、まあそうやってね東西に分かれていくんやけど、名古屋場所だけは、うん、奥に体育館があって、うん、もう一つのね、うん、名古屋の相撲をする愛知県体育館があって、うん、その奥にもう一個体育館があるところを二つに割って東西にあの支度部屋があるんですよ、うん、なので相撲が終わって花道はこう帰ってくるけど、うん、力士は同じとこから入り口から支度部屋に入っていくんですよ。同じとこから入っていって、うん、当然分かれる、うん、はい、で今日の話お風呂はっていうと、うん、そっちの支度部屋体育館じゃない方に、うん、そこにはあの審判部の部屋とか、うん、行司さんのお部屋とかがあって、そこにねお風呂場があるんですよ2カ所、うん、それを使ってましたね。そしたらやっぱりあくまでも東西別々、東西だったと思う、うん、それは仮説なんですかね。多分ね、僕はもうそこそこ前なんで忘れたんやけど、体育館にあるお風呂だと思う。その別に相撲ばっかりじゃなくて、うん、そこでなんとか大会とかしたらお風呂シャワーとか浴びるんで、うん、そこの体育館のお風呂だったと思う、うん、もうそれは仮説じゃないと思ったの。そのなんかタイルみたいなのでできたお風呂だったと思うんだけどね、うん、ちょっとはっきりしないんで、またねご存知の方いらっしゃったら教えてほしい。まあ、もう間近までやってた力士なんかが ね、 そうですね、こうだったよっていうことをね、言ってくれたら、そうですね、うん、まあ、チャンネルでは皆さんからの質問をお待ちしております。本日もありがとうございました。また次回。さよなら。